塩屋駅は兵庫県神戸市垂水区塩谷町一丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRA69、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。電車線のみに相対式ホーム2面に線を有する京城駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームにつながる階段は2番乗り場に2つ。 一番乗り場に一つ設置されている。自動改札機は三台設置されている。2012年8月6日に当駅のホームにエレベーターが設置された。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり一部時間帯は無人となる。管理は神戸駅が行っている。また、アーバンネットワークエリアに属し、移行か利用可能駅。 日中時間帯は1時間に4本が停車する。朝夕は本数が多くなる。兵庫県統計書によると2019年度の1日平均乗車人員は6640人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。塩屋駅の南側は歩道橋を降りると国道2号線に接する。一方北側は関西な住宅街が広がる。 第二次世界大戦中、垂水区は大規模な空襲を受けず、現在も駅周辺は戦前からの古い住宅も残る。塩屋町六町目周辺は神戸港の開港時に多くの西欧人が海と山の迫った風光を愛したとされる第二の北の町とも言われた外国人居留地。ありがとうございます。